どうも皆さんこんにちは、白滝でございます。ということで今回も大聖巨人軍を復活せの物語やっていきたいと思います。はい、ということで現在10月27日オリックス戦、いやということでね、前回に引き続き日本シリーズをやっていくんですけれども、前回の動画ではね、悲しいことに1勝2敗しかも2戦連続完封負けということでね、もう実力の差を見せつけられましたね。はい、でいろいろとちょリーグ記録とか見せたんですけれども、やっぱオリックスね、投手がレベル高かったですね。はい、防御率1位、基本塁打も1位、失点数、奪三振数も1位と、やっぱね2戦連続完封負けも納得ですね。はい、そして野手もね、打率得点安打数1位なんですよね。いやだからめっちゃ強いチームだなと思って。で巨人はどうだったかっていうと、防御率はね下から2番目でした。で被安打奪三振最下位でした。はい、ただフォアボールは出さなかったっぽいね。だからフォアボール出さないでど真ん中投げて安打打たれたパターンなのかなこれね、最下位のヤクルトと2チームだけだよ、安打数が1200に突入したのね、すごいね。まあ、そして野手ですが、野手もね打率とか全部ね広島が上なんですよね。でホームランだけ巨人が上か、あれ犠打盗塁はまあ広島の方が下なんだけど、よくこれで巨人がね広島に勝ったなと思ってうん、でまあ順位表見たらさ、まあ、83、15、やっぱり2分けで両方同じなんですけど、まあ、よく優勝したね、本当にね。もう本当直接対決で勝っててよかった。はい、まあ、そんなわけでやっていきますか。いや本当オリックスの投手陣やばかったっすね。あの前回戦った表ローテに2000連続完封食らったんですけど、この2人ね、はい、食らったんですけど、このあと山岡さんと松井裕樹さん出てくるんですよ。でしかもなんか先発中継ぎにいる吉田さんもこれだし、なんで裏ローテみんな2点台なんだろうと思って、やばいっすねこれね。中継ぎはちょっとまあ言うほどあの安定ある感あるわけではないんだけど、安定ある感ってなんだ、安定感あるわけではないんだけどね。まあなのでちょっと中継ぎ勝負に持っていきたいですね。そういったということでやっていきましょう。とりあえずねどちらかのチームが大手になるまでやっていくので、あ高速試合やっていくので、ちょっと日本語がおかしいな今日まあ、いつもおかしいけど普段以上におかしいね今ね。はい、ちょっと今日湯浅さん行ってみるかね。さあということで、じゃあとりあえずここで五分に持っていきたいですね。やっていきましょう。東京ドームです。さあ読売ジャイアンツ対オリックスバファローズやっていきましょう。第4戦ですね。はい、よくある勘違いなのがオリックスバファローズっていうことですよね多分ね。はい、野球の中で勘違いされる中の一つじゃない多分結構ね。もう今3大勘違いされる枠って言おうとしたけど、3大ではないかなと思って今言葉詰まっちゃったんだけど、あれ原田さん、原田さん、オッケー、頑張れ頑張れ頑張れ、山岡さん打ち崩せ、もうちょっともうちょっと欲しい、よしオッケー、勝ったかなさすがに、おい危ねえオッケーオッケー。はい、ということでね2勝2敗に持っていきました。いやーちょっと最後危なかったね。違う、こうやって最後さ整列して挨拶するパターンとしないパターンあるんだけど、何なんだろうね。これ短期決戦は全部するのかな。いいね、みんなで頭下げて、さあみんなで帰ろう。さあ素晴らしい、坂本さんがやっぱキャップは違うね、衰えてもね。はい、さあということで第5戦やっていきましょう。どっちかが大手ですからね次の試合で。さあということでね第5戦やっていきたいと思います。さっきの試合の成績を見てみたんですけど、坂本さんがなんと5打点上げてました。2ホーマー3安打すごかったっすね。もうさ能力で言ったらさもうこんな感じなんですけど、それでもあんな打つんだからさすがだなと。はい、まあ、そんなわけで、そしてダルビッシュさんも衰えてきましたけどね、どうなることやらと。そして打撃能力結構高いんだねダルビッシュさんね。はい、ということでやっていきましょう。どっちかのチーム大手だからね、こっちが大手かけたいですね。さあ読売ジャイアンツでオリックスバファローズやっていきましょう。勝った方が大手、絶対に勝つ、絶対に負けられない戦い、あかんだ、絶対絶対がまたかんだ絶対に負けられない戦いが今ここで始まっている。さあ行きましょう。さあダルビッシュさんと松井裕樹さんの投げ、あーいやまだ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 いける、いけ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 、ああ終わった。これなんか強いチーム当たった時の感覚だね。序盤は競ってるんだけど徐々に離されてくんだよね。まだなんとかなるってラインから一気にどんどん取られていくって感じ。さあ王手かけられましたね。いやでもここからね4勝3敗ペースに持ち込めばなんとかなるあの日本シリーズ全部優勝した時は全部さ4勝3敗なんで、次勝てば可能性一気に上がるから。はい、ということでポジティブに捉えました。さあということでね第6戦やっていきたいと思います。オリックスが王手の状態なんでね、ここで負けたら終わりです。はい、そしてさっきね試合の成績見たんですけれども、なんとねアーキンがホームラン打ってましたアーキン見たらめっちゃ打撃能力高いんだよね。いや中継ぎなのがちょっともったいないですね。いやただ本当にアーキンがホームラン打っててさ、びっくりしたもん、ええー、と思って。しかも中継ぎだからね、中継ぎが打つんだと思って。はい、まあそんなわけでまあ勝ちに行きましょうこの試合。いや結局今回日本シリーズ両方とも京セラでの試合でしたね。はい、果たして今日日本
一が決まるのでしょうか。さあオリックスバファローズ対読売ジャイアンツやっていきましょう。こっち勝った方が、勝った方がじゃないまだ勝たなきゃダメなんだよね。勝った方が優勝じゃねえや。さあ富山さんですね。いやー前回抑えられてるからな、完封負けしたんだよね監督が高速試合で。はい、さあ頼むぞ。2試合連続監督試合で完封負けは避けたい。初球振ってくよ。 OK ナイバッチ。勝美が引っ張ったの久しぶりに見た気がするわ。マツダスタジアムでのホームラン以来じゃないかな。さあ若月さんと勝負を挑もう。いける、よし決まった、これは決まったわ。はい素晴らしい。さあ先制狙っていこう。おい流し打ち、なん2人とも流し打ちをしたのに両方引っ張ったな勝美さん。まあ勝美さんヒットだからいいんだけど。さあデューク頼む。お、いや戻れ戻れ戻れ。なあそれはちょっとサード狙ってほしかったな。戻ってハーフウェイじゃないべ今のは。まあハーフウェイの方がいいのか。はいノーアウト二塁でまさかこんなあっさり終わるとは。ね、まあ若様が進塁打打ててたらってところだったよな。やっぱ金田だからさ、送りバントするべきだったのかな。単打盗塁送りバントスクイズはね監督試合で打てないときの鉄則だからな。 OK ちょっと期待、初回だからっつって期待かけちゃったか。菅野監督バント唯一レベル高いからね OK エドモンド守備力いいだった気がするんだけど、大正義シリーズで一番マシなんだよな守備力ファーストでOK ナイスライダー。絶好調田口さん簡単に打たれないんじゃない多分。打たれたらもうショックだよ。さあハンセン行こう。よく見るハンセン、マジでこればっかだよな打てないとき。さあああ辛いね。さあダイナマイト慎吾さんがダイナマイトしてくれることを信じよう。お、ああこれはちょっとあれだな。あチャッカマン慎吾かな線香花火慎吾さんではなくちょチャッカマンあたりだな。ちょっとなダイナマイトではなかった。ああマジで大エースだな今年の田口さんは。年俸めっちゃ上げるのを上げてほしいって言ってきそうだね、まあ、今年上げなきゃダメだね。マジで希望、数少ない投手陣の希望だったよ。さあ頼む。 OK だって防御率下から2番目だからねよく優勝したよ。打線も言うほどいいわけでもないのに。さあああキャプダメか。サイマスさんは見ていけ、見ていけなのに初球振るの。初球振るか。おお手で取った、すごいメジャーリーガーみたい。さあアウトコースヒッター頼む。お勝美さん今日調子いいんじゃない。いいよ素晴らしい。調子よくて驚きだな。走るか。完全に策練られてたね、対策されてたな。いやー今若様のね一発勝負チャレンジしたかったんだけどな。走ってからでいいかなと思ったけど。あつがじっくり見るのままか。つが打率0割なんだ。ちょっと寄り目だね平林くん。ナイスボー3球だった強い。なんかもう相手にしてない感じだったね。これが大エース田口さんか。これちょっと吉野監督時代に見た田口さんの姿だねと思ったら打たれるんだよね。にしてもオリックスはいまだに何の会社なのかよく分かってません。まあ金リースレンタカー、もうなんか CM で自虐してますもんねCM で自虐してるような。あーれー危ない、また勝美さんの強肩に恐れたパターンか。まあめっちゃ弱いんだけどね肩。ナイスボー素晴らしい。さあ一発勝負使うかここで若様で。なんか若様スタメンだとダメなのかな。なんか最初からなんかさもうスタメン設定からいつもスタメンだとダメなのかもしれないね。なんかいつもベンチだけどたまにスタメンで使うっていう時だとめっちゃ打つイメージ。デュークで使うんだ一発勝負。マジかデューク怖がられてるね。おめでとう、打ってほしかったけどね。さあ岡本さん
ないマッチ。シングルだろうな、これシングルでしょう。ちょっと強制のフェンチョクまで行ってシングルなの厳しいな。ハンセン、ないマッチ、オッケー。いつもの引っ掛け芸がさ、いい方に出たね。集中、さあここで打ってくれないと厳しいな、エドモンドが。きた、あーはんはん。今高め構えた瞬間ちょっといけるかなと思ったんだよな。さあ田口さん頼むよ。すごいな、マジで田口さん調子いいね。この調子を続けてほしい。さあこういう試合って大体強い自力がある方がね、ちょっとずつさじわじわ点取ってくるんだよな。こういう展開で序盤はこんな感じなのはよくあるよね、力差あっても。で大体6回7回あたりからちょびちょび点取られて、なんか僅差かなと思ったけど実際はなんか終わってみればちょっと差が離れてます的なね、うん、OK 素晴らしい。さあダイナマイトシンゴさん抜けろ、あー抜けない。さすがにあれ取れないセカンドって、いるのかな。さあキャップフルスイング、あーはいフルスイングしたけども、フルスイングだけども日本シリーズね4回出て3回が4勝3敗で優勝して1回が2勝4敗で負けたんですよ。だから日本シリーズ、はい、今日勝てば絶対日本シリーズ勝てる自信はある今日負ければそのまま 2度目の2勝4敗になるんですけど、うん、さあそして内角勝負。あら、いや、あよかった、ハンセンじゃなかった、ハンセンじゃなかった、危ない、ハンセンじゃなかったから大丈夫、うん、ハンセンはね守備力よりもね足なんだよな。足が F の20ちょっとしかないから外野に阿部慎之助さんがいるような感じだからね。さあ勝美さん走れ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 、あえバントと違ってキャッチャー動くの早くね。バントの時めっちゃ遅かった曲ある、それともアップデートで変わったのかな。さあ若林さん2度目の一発勝負、あれちょっと一発勝負で若さも打てないと厳しくね。これでツーアウトランナーありません、ね、左バッターボックスは3番マジか。今日はセンターフライとファールフライ第2球打ったピッチャーナイマッチ OK。 でもデュークに求めるのってセンター返しじゃねえよな、能力的にローボールヒッターだから使ってるけど。さあ若松さんちょっと見たいな長打が、投手戦ですねいや田口さん体力が心配だな、あんま体力ない方だしな先発にしては、まあ、堀のほどではないんだけど、堀のはマジで先発ってあれじゃない。さあそして内角勝負、よし OK 惜しい、やばいな大丈夫か、危ねえ、岡本さん一発勝負破りできたと思ったのに、まあ、長打よりマシ。ナイスボール、さああと1人頑張れ、あと1人頑張れ、ロドリゲス超え、よし、これが田口さんですよね。さあハンセン、ハンセンとかいう絶対外角しか投げられない男ね。さあ采配5連続で外しておりますが、まあ仕方ない。さあエドモンド頼むよ、まーっとこれかい、さっきもこんな打球だったよな。あー4億の男輝けず、あーダイナマイト信号ならずか。京セラドーム大阪スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。7回の裏さあ行きましょう、もうどうしよっか。3拍子揃った名手西浦、今日は勝負、いやーフラフラッと上がった、よし OK。 いやもうね正直ね試合展開動かなすぎてねあんま喋ることないよないやーでも頼むわ、OK。 いやここまではいいんだけど、本当頼むよ、内角勝負、
今日3打席目。さあ両チームともに一発勝負たまったからな。0対0の場面で相手が一発勝負使うと高確率でホームラン打ってくるからちょっと怖いんだよな。この回ちょっとランナー出してほしい。ランナー出してなあ。こっちで一発勝負使って打撃の時に使ってくんねえかな。相手一発勝負無理か。うわー次の回上位打線回ってくるときに一発勝負使われたらもう詰むでしょこれ。これやばいな一発勝負。なんかこういう時に限って相手の一発勝負だけハマるからね。で自分のチームの一発勝負がハマらないってパターン結構ある。よし OK。 さあ一発勝負どこで使ってくるかな。相手この回使わないでほしい。長距離砲いないっけこの回は。 OK ナイスボール。ランナー出すな絶対。あーなんか使ってきそうだな。あ使わない。よしここ3本で抑えよう。よし OK。うわ緊迫すぎるわこの展開。ちょっと若さまでは使わない。ちょっと打ててないから2回使って打てなかったら無理でしょ。使わない方がいい当たり打てるじゃん。ヒットにはなってないけど。待って決まってこマジでこの回ランナー出せ。マジでさあのきつすぎるからサヨナラのピンチだよ。ここからここからサヨナラの恐怖と戦いながらやるんだよ一発勝負。やばい高確率で終わった。高確率で終わった。これ一発勝負絶対使われんじゃん。サヨナラホームランで日本シリーズ決着とかやだよ。 OK インコースヒッターで流し打ち持ちとかもう投げる球ねえじゃん。高め勝負かな。使わないで一発勝負頼む。あ使うな。このここで使うわ。頭相手いやよし OK。 使わないの。いやここかな。使わないのめっちゃ使う詐欺してただけじゃん俺が。使わないのか一発勝負優しいな。さあ反省ちょっともう最後に流しほらもう流し打ちをした瞬間インコース構えるんだからこれもうわざとだろこれずっとフルスイングか一発勝負。あフルスイングかさなんか引っ張りしか押してなくてずっとその間さ嫌がらせのように外角構えられたからさ流し打ちをした瞬間内角勝負とかでやっぱ引っ張りとかこれさなんか自分が選んだ後にコンピューター選んでない大丈夫。でもなんかさ CPU と対戦してるとさなんかたまにそう思っちゃう時あるんだよね。コンピューターこっちの手の内全部分かってんだよなこれって思っちゃう時ある。分かるそれ。コンピューターってガチろうと思えば絶対勝てるわけじゃん人類に。ゲームだったらこういうしかもこういう監督試合形式ならねなんかたまに悲しくなる時あるね。交代かな。何球投げた田口さんは。106球。潮時かなと思ったが代わりいなくね。いる代わり。太田さんなんだよな。あの7対4で勝った試合の3失点。まあ太田さんにかけるしかないでしょう。さすがにちょっともう厳しいわこれ以上は。さあ太田龍さん第3球を投げた。よし OK。 怪しいけどさあ相手はどこで使ってくるかだよな一発勝負を。怖すぎんだよな。まさかとも若月さんでは多分使わないと思うんだよな。使わなかったやっぱり。どこで使うの相手満タンだよ相手。次のここだな。ここで点取れなきゃ多分やばい。次の回上位打線もあるから。あはい代打で、山下さん行こう。厳しいな。あーまっのーここだなやられるとしたら。坂林さんピッチャー交代、ピッチャー変えて大江さん。明らかにまずい。いやあ、これは悠々セーフ。盗塁を許します。あーどうすっかな。
どうすっか。どうすっか。ここは使ってこないという。あ、使わないか。交代。またぎだな。一発勝負で打ち消してくれ。よし来た。はい。ああまあまあ、もう OKOK。よし、今一発勝負使うタイミング完璧だったな。さあ相手の打順見よう。相手の打順、次誰？西浦さん。ああ、対左し、対左。ああこれは剣っすわ。これ剣間違いなく剣。満塁持ちなんだけど、ここは塁埋めた方がいいという判断です、私の。勝美、OK、よし、耐えた、マジ一発勝負使うタイミング完璧だったな、今。あー、危ねえ、耐えた。いやー、危ねえな。さあ、若様。あー、抜けない。あー、なんかさ、ちょっと打線さ、意地を見せてほしい。先発に12イニング投げられるってある意味普通に屈辱的な展開だぞ。よし、 OK。 ダイソー出すか。ダイソー湯浅さん。頼む、ハンセン。投げました。はあ、はあ、さあこれ中川さんまたぎなんだよな、でかいなこれ。勝美、どっち、若様かよ。勝美さんもうちょっと追おうぜ。勝美さんもうちょっと追う、怖いから。やばい、一発勝負溜まってるんだ。あー、ここで使うかな、両チームともに。まあでしょうね。レベルはどっちが上？こっちが上、レベルは。あはん、一発勝負勝ってんだけどな。よし、勝美さん狙われるね、結構。落とすなよ。 OK、 相手は先発一人で投げ切り、こっちは中継ぎ勝ちっぱ全員投入したからな。うわ、これ実質負けに来た。でもまあ大手かけられた状態で引き分けはまあかマシか。はい、ということで第7戦やっていきたいと思います。監督総合評価いい、悲しい。さあ、ということでね、第7戦やっていきたいと思います。現在2勝3敗1分け。さあ、山本由伸さん対高卒2年目堀野くんです。いやー、楽しそうだねこの試合は。もう勝ったら儲けもんでしょう、ね、そして中継ぎもみんな、ね、体力ちょっと少ないですけれども、堀野さんが頑張るから、まあ、見ててください。やっていきましょう。さあ、ということで第7戦ね、ここで何としても逆王手持っていけたらなと思います。はい、オリックスバファローズ対読売ジャイアンツ、山本由伸さん対堀野さん、頼むぞ。貧だすぎる。もう最終回3失点しないといけないルールあんのかこのチームは。あぶねー。はい、ということで逆王手ですね。はい、これで第8戦に行けます。2度目だね、大正義シリーズでね。いや、堀野頑張った。うん。いや、でも最後、堀野さんが打たれたのかな、これ。9回。どうなんだろうね。さあ、やっていきましょう。第8戦。さあ、ということでね、ついに迎えました最終決戦。第8戦でございます。3勝3敗1分け。いやー、ここまで来たね。ただね、4勝3敗で全部日本一取ってるんで、流れ的にはね、こっちが有利なのかなと、個人的に思ってます。はい、ただね、相手絶好調なんですよね。なのでそこは心配ですね。はい、ただ選手を信じて頑張っていきたいですね。そしてこっちにはね、不調の選手いないから。綺麗だね、黄色い。さあ、マークがずっとくるくる回ってる絵がめっちゃ並んでるっていう。で、2人だけ赤いっていうね。さあ、やっていきましょう。さあ、オリックスバファローズ対読売ジャイアンツ第8戦、勝った方が優勝です。まあ引き分けの可能性もありますけどね。いやー、どうだろうか。今永さんと高橋さん、勝ってほしいね。やつが勝ちたいね。頼む。あー、やばい。
やべえ、超激戦、激戦すぎる、わーっしょい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 。もうずっとさ集中して画面見てたもん今。いやー、ようやった、ようやっとるよ。いやー、素晴らしかった。はい、ということで大正義シリーズ4度目の日本一です。日本一になった年は全部4勝3敗です。はい、いや、これで、日本ハム、西武、楽天、オリックスに勝ちましたね。はい、でソフトバンクに負けました。はい、だから5球団と戦って4球団に勝ったね、ソフトバンク以外に。であと1球団ロッテとまだ戦ってないんですけどね、そのうち当たりたいですね。はい、ということで終わりにしたいと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。菅野監督就任1年目日本一おめでとうございます。はい、ということで、チャンネル登録高評価してない方がいたらぜひともクリックよろしくお願いいたします。そしてツイッターのリンク概要欄に貼ってあります。ぜひともツイッターのフォローよろしくお願いいたします。ではお疲れ様です。さようなら。じゃあね。